ドラゴンの最強ランキング逆転の冒険へ第10位風のドラゴン。空気や風を操るドラゴン、その力は瞬時に変化し風のごとく自在に舞い敵を押し流す。第9位山の王ドラゴン。山野大地の力を象徴するドラゴン、大地を揺るがし山々をも動かす力を持つ。その力は地を這うように広がり地脈を操ることができる。第8位魔法ドラゴン。魔法の力を制御するドラゴン、さまざまな呪文や魔法を操り現実を歪めることができる。その力は多岐にわたり他のドラゴンたちを幻惑する。第7位雷帝ドラゴン。雷と稲妻の力を操るドラゴン、空を支配し雷の力で敵を焼き尽くす。その力は迅雷のごとく瞬時に発動し敵を驚愕させる。第6位影のドラゴン。影と闇の力を祝すドラゴン、暗黒の領域を操り敵を恐怖に陥れることができる。その力は物理的な形を持たず敵を無力化する。第5位氷炎ドラゴン。火と氷の両方の力を操るドラゴン、極端な温度を操り火と氷の組み合わせで敵を圧倒する。その力は瞬時に変化し戦場を一変させる。第4位時のドラゴン。時間を操るドラゴン、過去現在未来を見通し時間の流れを変えることができる。その力は非常に抽象的であり他のドラゴンたちには理解しきれないほどの次元を持つ。第3位混沌ドラゴン。混沌の力を操るドラゴン、破壊と再生の力を持ち存在するものを無に返すことができる。彼らの力は絶えず変化し他のドラゴンたちをも凌駕する。第2位神湯。神秘的で無限の力を秘めたドラゴン、伝説によれば神聖な存在であり願い事を叶えることができる。神湯は宇宙や時間を超えて存在し神々との対話が可能である。第1位宇宙ドラゴン。宇宙をまたいで力を発揮するドラゴン、星座を移動し恒星を飛び越える力を持ち宇宙の法則を操ることができる。その力は神々に匹敵し星々を操りながら存在する。